私の最初の間違いは、ジュンを好きになったこと。ジュンはかっこよかった。もろにタイプだった。ずっと好きだったって言いたかった。お姉ちゃんがジュン君を好きだなんて、とうの昔から知っていた。だからジュン君に気持ちを伝えることはできなかった。私がそんなことをしたら今の関係が崩れてしまう。つまり私はただ臆病なだけだった。確かに僕は初恋と言ってもいい。初恋は初恋なんだよ。今までありがとう。バカじゃないの。恋は双子で割り切れない。2024年放送スタート。